はい、皆さんこんにちは。イマージョン実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、ちょっと日本経営人材塾の受講生の方からご質問があったもんですから、ちょっと私もね、知らなかったんで勉強してみて、ちょっとまとめてみました。識学っていうのがあるんですね。VS モチベーション理論で感じる両面を捉える重要性と、こんなお話をしたいと思います。ちょっと私もね存じ上げなかったんですけども、識学っていうのはですね、これ意識構造学という学問から取った造語で、20年以上前に提唱された組織運営理論って言われてるんですけども、なかなかですね、サイニー見たりとか、論文検索いろいろしたんですけども、そんなあんまり出てこないんですね。河合駿さんが近いような本出したりとか、ちょっと私の勉強不足かもしれませんけども出てこなかったんですけども、そういうふうに、株式会社識学のホームページには書いてあります。そしてですね、ちょっと今日の、ネタっていうのはこの本なんですね。リーダーの仮面っていう本、これをね、ダウンロードして読んでみました。そしてね、人の意識構造っていうのは大きく5つの領域、位置、それから結果、変化、恐怖、目標からなるということで、5つの領域を適正に活かしていくことで組織のパフォーマンスの向上が図れると、要約するとこういうことが書いてあるんですね。じゃあ、識学の考え方はもう少しですね、詳しくお話をしてみたいと思います。まずね、5つのポイント、今ねご紹介した5つのポイントなんですけども、1つはね、ルールっていう、こんなことが強調されています。これは何かっていうね、場の雰囲気じゃなくて言語化されたルールを作るってことが、リーダーとしてとても重要。これ経営者も一緒なんでしょうね。ということですね。で、自由にしていいっていうのはかえってストレスになると。だから、どうぞやってくださいっていうとね、どうしたらいいんだろうっていうストレスになる方もいらっしゃいます。私はね、個人的にはこれちょっと黄色くしてるのはちょっとどうかなと思うのを黄色くしてるんですけども、人によってはもう決めてもらった方がいいっていう方と、それから、自分で決めたいっていう方、両方いらっしゃいますから、これはですね、心理学でいうと、統制っていう部分のね、強い方と統制されたい。ファイルビー理論だとかエレメント理論というウィル・シュツさんの理論でいうと、人によって違うというふうに言われてます。それからリーダーがやることをルール決めてメンバーに守らせると、いったことがリーダーの仕事だと。だからルールはしっかりやらない。これもね、一理あるんですけども、ルール自体を自分たちで作らせるってことも私は重要かなと、こんなふうに思ってます。そして、空気なんて読むのは無意味だと、ルールを徹底されることは重要だと。これもちょっと極端で、ちょっとなんかね、あんまり縛られちゃうと私自身は窮屈で嫌かなと思いますね。行動ルール、1日10時間訪問すると、姿勢とルール、行動ルールと、それから姿勢のルール、会議には遅刻しないのルールを徹底するというのがリーダーの役割だと。で、これは、ルールが逆に仲間意識を作り出すと、生み出すと。そしてルールは誰がいつまでにという明確化が重要と。これは確かにね、ここは曖昧にしていくとということなんで、全くね、この識学を私は否定するなく、いくつかはね、そうだなと思うこともありましたね。はい。で、例えばオフィスをきれいにするためにね、率先して掃除しましょうと。これ確かにそうですね。月曜日は A 子さんがフロアに、のね、掃除をしてください、14時までに終わらせてくださいって、こういうふうに明確にしてたのが丸ってありますけども、だから 青にしてますけどね。これは確かにね、この識学が言ってる通りかなというふうに思いました。じゃあ次、位置っていうことなんですね。位置は何か、対等じゃなく上下のコミュニケーションが大事なんだと。ですから、組織へ上行けば行くほどね、見える範囲が広がる。それはそうですよね。社長はね、未来を見通して決断して行動する責任を負う。それから社長が目の前のね、社員のモチベーションにね、関心を持ってたら未来描けないと。むしろ外が大事でしょう。これは私は、両方大事だと思うんですが、今日は黄色にしてます。そして位置をですね、意識するようになれば、今の利益じゃなくてね、未来の利益にを選ぶことになるということですね。そして、識学のね、この安藤さんっていうね、代表が言ってるのは、子供に、おやつを食べさせる、お菓子を食べさせるんじゃなくてね、嫌いな野菜を食べさせることが重要と。これは一理あるなというふうに思います。それから、部下は誰から評価されているかという位置を理解させるということですね。それはそうですね。リーダーがお願いすることは最悪だということで、お願いした方が上と勘違いしちゃう。だから部下の方が上と勘違いしちゃう。
それから職員の責任の所在は上司にあるんだから当然ね従わせて当たり前だと、絶対評価は組織ではないと、必ず相対評価が当たり前と、まあ、理解すべきだと、こういうふうにこの1っていうポイントで言われる。じゃあ利益は何かってことですね。人間的な魅力じゃなくて利益の有無で人が動くんだと、こういうふうに言ってるんですね。ですから人は何を基準に動くかという基準は自分に利益があるかどうかの一点だというふうに言い切ってるわけですね。そして利益が減ることで人間は恐怖を感じる、まあこれは確かにそういう面もあるでしょう。そして人間のね、本音でついてきたいリーダーは実は自分に利益をもたらしてくれる人だというふうに言われています。そして集団の利益からしかですね、まあ、集団の利益から個人の利益が生まれると、だから会社っていうのはね利益生まなきゃいけないと、まあ、ある意味でね多少そういう面もてかまあそういう面あるでしょう。それから仲間と楽しく働きたい、重視したい構成領域は利益相反を生み出すと、会社の利益をとねこれ反することだといったようなことでこの利益っていうポイントで挙げられます。次に結果っていうことなんですよね。これは何かっていうとプロセスなんか評価しない方がいいんだと、結果だけ見ればいいんだということなんですけども、まあ、健全な競争を作ることは重要だ。私もこれはね別に否定しなくて、まあ、そういう面もあっていいと思いますね。お互い切磋琢磨するってことは大事だと思います。自己評価は評価と言えないんだと。でも私は自分でね自分のことを評価するっていうことは、まあねね、自分で自分のことを褒めたいっていうね、まあ、昔ね、オリンピックで銀メダルを取ったパナソンで女子マラソンの、ね、有本さんの話じゃないけど、私はこれもこういう面もあってもいいんじゃないかなと思います。そしてプロセスを褒めた方が伸びたという実験、これ前違う YouTube で、お話ししました。プロセスマネージメントが始まっていて、それはビジネスに応用されているということなんですけども、会社は学校じゃないんだと、ですから給与がボーナスとつながってる、いわゆる紐ついてるんだと、だからこんなこと言っててもだめ、結果が大事なんだと、これこういう言ってるんですね。任務を全うするのは当たり前で 100% だから 60% 70% 褒めると部下が低い目標でいいと勘違いしちゃうからこれダメだと。だから安藤さんっていうのは 100% はめったに褒めないそうです。それからできたことを指摘することが重要だということですね。あ、できなかったことを指摘する、これはあなたできなかったじゃなくて指摘することが重要だと、こう言ってます。そして最後のポイント5番目は成長ってことなんですけども、目の前の成果じゃなくて将来の成長を選ぶと、結果と評価のギャップを埋めることは成長につながるということで、目標設定してその間を埋めさせる、これが、まあ、部下の成長につながるんだ。そして、ちょっと、ね、かなりシビアでAmazon の商標を見てもね、まあ、両極端ですね、評価する方とそうじゃない方が分かれてますけども、会社は孤独を埋める場所ではないといったことで、孤独メインはね友達作るとか趣味を、ね、没頭するとかいろんなコミュニティありますから、会社以外にもたくさんあるんじゃないかと、特にね社員の誕生日をね、祝うなんかは罰だと NG だと、こういうふうに言ってるわけですね。そして職場の雰囲気がやると成果が出ると言ったのは錯覚にしか過ぎないんだと、職場が良くなるとね成果が出るんじゃなくて成果が出てるから結果的に雰囲気が良くなる。これは前違う YouTube でありましたけどね、私はシステムズアプローチっていうこととか円環的なね因果っていうお話をしましたけども、どっちがどっちでね両方ともあるんで一話に一歩方向じゃないなと思いますね。それから諸悪の根源はモチベーションという言葉だと、社員のモチベーションを考えるとリーダーは失敗すると言い切ってますね。それからピラミッド組織に関して再評価だということなんですけども、ティール組織とかねホラクシー組織はねうまくいかないということでね、ティール組織の方もたくさん売れましたけどね、あんなのは理想だということで、既存の組織の形がピラミッドなのに、個人がティールというのは矛盾が発生すると、で新しく組織を作り直してもね成功確率は低いと、こういうふうに書かれています。ピラミッド組織の方は成長が早いということなんで、決裁者が明確、あるいは決定者が明確でね、所有金の所有が明確であるから逆に成長が早いんだと。ピラミッドは意思決定が遅いのは運営が悪いからだと、これはね運営が悪いんだと、別に重構造になってるからじゃないんだと、こういうふうにおっしゃってるわけですね。社員は家族でなく機能だと、機能だって言ってるわけですね。食事に誘われなくなったら優れたリーダーなんてサインだから歓迎すべきと、他社の社長と食事するのはね同じ視野でね目線で見えるから重要だと、だから社員とは食事行かないと。それから会社は学校では厳しい塾なんだということで、仕事を仲良くやることが目的じゃないんだということですね、はい、きちんと稼いで食えるようになることが大事なんだと、まあ、これ確かにそうですね、こういう面もあると思うんですね。それから会社は生きる基盤を作る唯一のコミュニティ、それ以外のコミュニティはない、
ですね。基盤を作るコミュニティは会社だけなんだと。だから十分ねえ、十分なお金がなければ趣味も家族も従事しなくて他のコミュニティも参加できないんじゃないかと、こういうふうに言ってます。まあ、かなりね、強烈なメッセージなんで、先ほど言ったように賛否両論があるところだと思います。まあ、モチベーションというのはね、もうこれいろんなところで話してますんで、さらりとしたいと思いますけれども、人の心理的な側面からアプローチしてモチベーションをコントロールする方法ですね。で、代表的なのが例えばマズローの欲求6段、まあ、5段階途中で6段階になりますよね。こういうふうに順番にね、生理欲求、安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現と、こういうふうに上がっていくというようなありますし、まあ、マズローをね2つに分けて、ハーツバーグということは衛生要因ですね、まあ、さっきのマズローの下の方の要因と、これは衛生要因というのはやる気をなくす要因ですね、それに対してこちらはですね不満をなくす要因、こちらはやる気を促進する要因というふうに分けたというのがハーツバーグですね。それ以外にも期待理論という形でブルームだとかローラーとかの人が言ってますけども、これは自分が期待が主観的学でできそうだと思ったら動機づけして一生懸命やると、こういう理論もあります。あるいは内発的動機と外発的、これ何回もねいろんなところでお話しましたけども、これは HR プロの記事に載ってましたけどね、丸山さんという方が挙げてましたけども、まあ、内発的動機づけの方が、まあ、意思がね持続的にするんだと、これは外発的だけどね、まあ、割とね単発的なんだということと、利己的な動機と利他的な動機に関して、まあ、例えば内発で利己という人間的に成長的にいろんなことが出会える、自信がつくと、知識が経験が見つくと、それに対して外、お客さんが喜ぶ顔が見たいだからね、お客様が喜ぶとね自分も動機づけされると、これはまあ確かにそういう面ありますね。それから内発的動機っていうのは年収が上がったりとかね、怒られたりとか、まあ、こういうような、まあ、環境に関することも結構多いとかね、あるいは報酬に関することが多いです。それから親が介護があるので U ターン、ねして就職しなければとかね、子どもの持病の治療のためにこの土地で働くとかね、まあ、こういうね、まあ、いろんな、側面があるということは間違いないと思います。まあ、私は内発と外発って、まあ、きちっとね最近は内発的動機づけが、まあ、前世ですけども両方、まあ、重要かなというふうに思ってます。ただあまりにもね外発的があると強すぎるとね、まあ、それは反動もあるでしょうということですね。これは他の YouTube で詳しくお話します。そしてモチベーション理論の重要性なんですけども、例えばねこういうふうに、まあ、心理学とはちょっと真逆のことを言ってるんですね。モチベーションが高まることで生産性やサービスの質が向上して、まあ、結果離職率が低下したりとか、まあ、業績も上がるということなんですね。ですからこちらあります意欲の度合いによって社員の生産性が違うということで、満足していない、満足している、それから、当事者意識が、ね、あるということは、やる気にあふれているということになるともう3倍以上違うと、これペン&、ね、カンパニー の調査結果ですけども、それ以外にもね、日本とグローバルに対してね、不満層が日本は多いんだと、こんな結果が出たりしてます。そしてですね、これはね逆にヘイズジャパンが行った調査ですけども、やる気がね、仕事でやる気が出ないという、こういうことを答えた人がなんと2016年の時ですね、5年ほど前ですけども、まあ、3分の2あったということですね。 63% あったということですね。そしてですね、じゃああなたがやる気を出して働きどんな取り組みをした方がいいですかということなんですけども、まあ、ここにありますね、ワークスタイルを重視した労働環境の整備とか、社員のコミュニケーションやモチベーションを、ね、活性化する職場作り、社員が安心なだけでもリスク対策、まあ、とうとういろんなことが出ています。まあ、いずれにしてもね、まあ、識学が言っていることと、まあ、どちらかというとね、まあ、真逆、まあ、共通点もありますけど真逆面も結構あるんじゃないかと思います。ということで今日のまとめを私なりにしたいと思います。識学が主張している内容はですね、どちらかというと企業側の目線のウエイトが高いんじゃないかと思います。まあね、一部ですね組織の本質的な面も言及していると思います。例えば、まあ、多分戦争というね、軍隊っていうことになれば勝たなきゃいけないとなった時に、かなりですね合理的に考えてやらなきゃいけない面もあると思います。ただね、一つあるのは、まあ、戦争っていうのはね、まあ、そんな何十年もやることじゃないですけど、企業は何十年も何百年も続かなきゃいけないですからね、そういう面だけでいいのかなっていうね、長持ちするのかなというこんな気もします。でもう一つは優勢思想、これ少しですね相模原の障害者施設の痛ましいね、事件だとか、それから最近ですと
メンタリスト DAIGO さん、ホームレスはね、なんていうね発言がありましたけど、その根底に優生思想があるんじゃないかと。じゃあ優生思想って何かっていうと、社会全体として遺伝子優れた人間を増やし、劣った人間はね排除すべきという考えを助長してしまう可能性があ あるというふうに思います。ですから合わない人間、生産性が上げない人間は、まあ、お一人願うといったようなことが識学的には色合いが強いと、そんなことがあります。それからモチベーション理論にはね、時間軸が入ってないものは、これはモチベーションの欠点だと思いますね。私はね、これは識学が言ってることもね多少わかるんですけども、能力を高めることは長続きします。でもモチベーションっていうのは、今日やる気があったとしても 明日ね、ちょっと嫌なことがあるとモチベーションが下がっちゃうっていうんです。でね、非常に変動が高いので、そういう意味で能力を高めるってことはね、その人にとっても、そして会社にとってもプラスの面も大きいんじゃないかと思います。社会の効率を、考えてですね、そして軍隊の党の組織論といった私学の主張も、まあ、さっき言いましたね、若干分かります。一方ね、会社は機能面だけじゃないんですよ。先ほどね、稼げるコミュニティというのは会社だけだって言いましたけども、まあじゃあ稼ぐためだけに8時間いるのかっていうね、あるいは残業してまで一緒にね汗水流してるのかっていうね、これもちょっとね極端すぎて、複数の社員が1日で多くの時間を一緒に過ごすっていうケース多いんですよ。まあ最近テレワークでね、まあでもねどっかでつながってるんでしょう、心理的もね。そうした時にね、そういうコミュニティの場でもあるってことを私は必要ですね、だと思いますね。そして生活の得る場でもあるが、それだけじゃないっていうことはちょっとこれは強調したいなと思います。私はね、いずれにしてもね、まあ識学の安藤さんはこのモチベーション理論っていうのはね非常に否定的ですけども、まあモチベーション理論だけでもいいとは私は思ってないです。理論進行っていうのは一つ危険なんですね。一つの理論に進行しちゃうな、一つの理論でね複雑な企業経営のあり方を決めつけるべきではないというのが私の個人的な考えです。まあ両面ね、があるだろうということですね。ですから、じゃあ両面で何かっていうと、短期と長期、効率と非効率、それから支持と自主性との適正なバランスを取っていくことがによってですね、まあ企業経営ってうまくいくし、そしてですね、単に効率とかね利益だけじゃなくて、そこで働いてね良かったとか楽しいとか、そんなこともね非常に重要だというふうに思いますので、私は、まあ、両方ね、取って自分なりにね、こうなったらうち、あるいは自分の会社なりにね、こういうのが、まあ、社員が生き生き働いて、そして生産性も高いと、いったことでね、そういうの部分的な、ね利点を取り入れてですね、自分なりにどうしたら両立できる組織を、まあ、考える、あるいは実行するということが、まあ、重要かなと思います。ということで、今日は識学 VS モチベーションリードで感じる、両面をで捉える重要性と、こんな話をしました。今日はね、最近ねこの識学っていうのが話題になってて、ちょっと質問もあったもんですから、こんなお話をしました。これ以外にも経営学の基本だとか、企業事例、それからニュースになっていることのコメントですね、こんなことをお話をしていきます。ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日もご清聴ありがとうございました。